こんにちは。今回はですね、このなんやねんって話だ。箱届いてるんですけど、何かって言っても開けちゃったんだけど、これですね。見えます？これなんだなんやねんっていうなんだって感じだと思うんですけど、もう分かる人は分かると思うんですけど、これアームレストかな。これ R って書いてあるから、右側こっち L って書いてある。なんか変な L って、見えたと思うんですけど、 L って書いてあると思うんですけど、これが左かな。左用と右用があって、なんでそれ用なのかは分かんないんだけどね。あ、この縫い目かな、分かります？縫い目があるじゃないですか。でこっち側はこうスルッとしてる感じで、だから引っかからないようにとって感じなのかな。でこれ2つ、運転席側と助手席側のやつがこう、こういう感じ。見えねえ。ちょっと画角変えてちゃんと取り直します。あとね、これ椅子が4つついてるんです。でですね、こちらに2つビスがねついてるんですけど、これを外して、短いね、やっぱね、久しぶりに外すからどんだけ長さがだかちょっと忘れちゃった。でビスがですね、こっちが、既存のビス元についてたビスがこれぐらいで、入ってたのがこれぐらい。これにまあ付け替えるっていう感じですね。でここにまあ穴がこう2つポチポチっと開いてまして、そこに合わせる感じ。もうね、動画にするほどでもないっていうレベルなんだけど、このね、ここのなんつうの、長さ、フレームの長さがねちょっと長い。ぴったりこうここにこうぴったりつくんじゃなくて、ちょっと浮いた感じになりますね。そうなの。そういう感じなの。なんかちょっと違和感が若干あるかもしれない。これでやりにきで、ちょっとですね、これギリギリ攻めたんだね。このなんていうか、ドアのこの開けるところの、なん、あの手が、あの指が入るところの、なんつうの、隙間っていうの、それがちょっとね、狭すぎて、ビスがね、長いドライバーじゃないとこれ難しいかもしれない。これぐらいのね、普通のなんつうの、一般市販で売られてるこのなんつうの、首下っていうのかな、長さのやつだとちょっとね短くて、もうギリなんですよ、このビスのね位置がね。だからもう こっち側の前の方に至ってはね、もう斜めにこうちょっと止めなきゃいけないかもしれない。これちょっとどうなの、間違ってない？でも左右一緒だよね。ああ一緒だよね。この作りがちょっと微妙ですね。この穴に対して、ここのなんつうの、ここに当たるんですよ、まっすぐ入れようとすると。こっちはまだねギリね入るかなって感じになっちゃうんですよ。だから斜めにこう回さないといけなくなっちゃうから、ちょっともうちょっとこれ考えてほしいですね。もうちょっとこうカットしてもいいかなっていう感じ。って言ってもな、ここの下の部分がね、これチャックが開きそうなんだけど、どっかにチャック、なんかペンチかなんかでこう出せばいけると思うけど、いきかな。ちょっとね開けてみます。これはですね、かなり難がありますね。今一番長いやつ
手持ちのやつ もっと長いのあんだけど、このピットが外せるやつのドライバー、これラチェットドライバーなんですけどね、こういうやつのもっと長いやつあるんですよ。もっとね30センチぐらい長いやつもあるんだけど、まあそこまで必要ないんですけど、だいたいまあこういう車とかについてるようなドライバーに対してこれぐらい長さが、まあいいやまあとにかくな、長いやつを、長くて細いやつを使った方が入りやすいかもしれない。もう結構斜めに入るんですよ。穴がきっちりこう丸じゃなくて楕円になってるんで、だから自由度は効くんだけど、こっち、まあ、一番前にしてやって前側のビスを締めたいんだけど、これはちょっと回ることは回るかな。斜めに回してる感じだからちょっとね、なめっちゃう、ビスがなめっちゃうかもしれないから気をつけて回さないとダメかもしれない。よし、ギュッと入った。うん、そんな感じ。あ、大丈夫なのこれあのね、ここに隙間があっちゃダメですよね。なんかちょっとなんかパッキンかなんか入れなきゃダメかもしれないな。こうフレーム、あ、なんつうの、フレームだけで押さえてる感じっていうのかな。まあそのクッション感っていうのはいいのかもしれないけど、うん、よし。ちょっとね、足短いんでねなるべく前にしてるんですけど、足短い、腕も短いだからこうシフトノートとかもちょっと延長してやってるんだけど、このだとして、今までね、この何もつけてない状態だとこの位置で出せなかったんですよ。でこうなんつうのかな、こうグッ、極端に言うとグッと下がる感じで、このアームレスト的な使い勝手はちょっと難しかったんですよね。高速とかでやっぱずっとこうやってもう握ってんのって結構やっぱ大変じゃないですか。普段街乗りとかではそんな必要ないんだけど、こうなんか少しゆったりしたいな、足、あの腕をちょっと休めたいなって時にこうやる感じでは、うん、まあそんなに僕腕太くないんですけど、このくぼみにちょっとこう肘がフィットするような感じにはなるかな。あとシート変えてるんで、純正のシートのあのモケットっていうのこのと、あとレザーじゃねえ、なんだビニールかのタイプがあると思うんですけど、それの人のこの位置っていうの、座る位置とか、あともちろんあの体格差っていうのかな、もあると思うんですけど、結構いいかなって感じします。でスイッチが問題なく使える位置かなっていう、この手首のこの位置っていうのかな、がちょうどこう当たる、うん、感じかな。まあ普段使わないですけどね、あんまりね。後ろ開けたり、まあ換気するなら後ろ開けたりするけどっていうぐらいかな。うん、で、まあ開け閉め。グラグラ感がちょっと改良しなきゃいけないかなって感じです。で今回このやつがキャンペーンみたいな感じで半額だったんですよ。半額、うん、半額かな、半額ぐらいで買えたんですよ。6000か7000ぐらいするんですよ、出てみるとね。安くて5000ぐらいだったかな。いやちょっと手出せねえなと思ったんだけど、3000円ぐらいで売ってたんで、そのストア、多分そこのストアだけなんかな、やってたんで、あ、これはと思って、もういいや、買っちゃえと思って買っちゃいました。いやこれはちょっと長距離にはいいかもしれないな。で助手席の人とかも、今助手席もまあつけるんですけど、
結構ね、こう腕を乗せるところアームレストないじゃないですか、ここにね。まあワゴンとか乗ってる姿だったらここにこうアームレストがこうついてる感じじゃないですか。そういうのもないし、こう腕を乗っけるっていう感覚で言うとちょっとね低かったんですよね、この部分が。だから助手席乗ってる人も結構いい感じになるかもしれないですね、それは。ということで、先ほど、こちらをね、あ、これねこれね、ちょっと余談になっちゃうんだけど、これ釣り用のねプライヤーなんですけど、結構なんていうの、見えます？先がちょっとこのえぐれてるっていうのかな、まあいろいろこう使えるタイプのやつなんですけど、これね安かったね、これ1000円しなかったと思ったな確か。ちょっと調べてみないと今の値段わかんないんで、確か800円ぐらいで買えた気がするんだけど、まあこれもね結構、釣りでも何でも使ってるんだけど、まあよいしょ、まあナイフがついてたりとか、反対側はこれノコギリナイフかな、見えるかな、のものがついてます、2つついてます。そういう感じでもないんで、まあ一応プライヤーね、なんかいまいちな迷彩ちょっと黄色が黄色の部分がちょっと多い感じで、サンド的な感じだけどね、まあいいや。ということでそれは置いといて、余談です、すいません。一応概要欄に入れておきます。で、先ほどのどうなってるのっていうやつを引っ張ってみます。チャック見えたかな、チャック開けます。これ外したらなんか止めらんねえとか、なんかそういう感じになっちゃう。これ取れるよね、あ、取れた。でこの仕組み、エブリィに対するこの仕組み、ちょっとね物も素敵な感じになっちゃうんで、作ってる方にはもしかしたら、あ、プラスチックっぽいやつだ、これはちょっと厳しいな。違う？あ、鉄板か。そのまま鉄板が来てんだ、これ。そうだよね。そんなにチープなわけないよね。板とか言ってたけど。ああ、もう完全に鉄板ですわ。これカットするの大変だな。そういうことね。おそらくまあこの型でもうメーカー側としてはね、こう作ってるはずだから。それを修正して金型変えるって言ったら結構大変だ、コストになっちゃうから、まあこれはこれで使う感じになるんだろうね、今後ともまあわかんないですけどね、そんな企業のことはね。そういう感じか。じゃあこれをまあこのまま使うしかないね。いや僕ね、木で作ろうかなと思ったんですよ、同じようなやつをね。ちょっとめんどくせえ作れなくはないんだけど、こういうなんかいろいろパーツがあるじゃないですか、こういうね、クッション材、今これクッションだよね、クッション材であったり、こういうフレームですね、フレームはまあ木で作れるかなと思ったけど、まあ、いろかなもの買ってきてそれぶっつなげてね、で、まあ、こう周りを、まあ、布をどうするかとかそういう、ね、こと考えたら買った方が早いなと思っていや、コスト的におそらくね3000円じゃできないと思うんですよ、両側作るとしたら。でビスも買わなきゃいけないでしょ、でそういうの考えた時に、まあいいやと思って買いました、買っちゃいました。外さない方がいいですよ、絶対外さない方がいいですよ、これすごいやっぱね大変、よくできてる、作りは本当によくできてる、だけどこの穴の位置は改善しないとダメそういうことね。この持ち手の部分の隠すためのこの
この部分があるみたいですね。よし、じゃあこれは中を解明したということで、あのプライヤーも簡単に説明しましたけど、じゃあ反対側いきますか。でまあこんな感じでつくわけなんですけど、これ真上から見た状態ね。まあビス外します。ラチェットドライバーっていうのかな、あると結構楽ですね。一回こう打ってみか、握りの方でぐるっと回して、あとこっちの柄の方っていうのかな、あのピット側の方を回してやると、柄じゃない、柄はこっちだもんね、うん、ピット側の方を回してやると簡単に回せるっていう。でこういうラチェットドライバーも結構1個あるといいかもしれないですね。でこうつけるんだけど、ズームしようか、位置どこだ、ここか、ここの位置とこっちの位置にビスを打つわけなんですけど、長い方のビスでね。で、まあ、一発目ね、こっちの前の方は先にぶっ刺しといてやった方が、仮止めねしといた方がいいかもしれない。で今まで短いビスが入ってたじゃないですか、それに対して長いやつを入れるから、どっかねちょっと引っかかりがあるっぽいんだよね。これちょっと逆斜めの、じゃあ外そう、外して先にネジだけ、新しいネジだけを先に回しちゃいます。というのはちょっとね、もう新しいビスがちょっと太すぎて、塗装とかでね、うん、それがこう剥げるまで、塗装なのかこの表面の太さっていうのかな、削れてるの分かります？少し、うん、この削れの部分が結構力いるんで、握力が僕みたいに握力の少ない人は、うん、あの気をつけた方がいい。でも結構もう舐めちゃってる感じします。わかりますかね、見える、うん、斜めにビスをこうこんな感じで回してるから、ちょっとねこれはなーありですよ。あ、さっきよりスムーズに入る、うん、来ましたね。で先に後ろ止めない、仮止めしといて、ある程度締めといて、前を先に締めちゃった方がいいかもしれないですね。前こう前に押しながらっていうのが、押してある程度締まったら、こっち側もね若干斜めなんですよね。まっすぐは入ってない、よいしょ、うん、あの最後のあの増し締めはこれかなり気をつけないとメリっていっちゃうかもしれない。 OK、 よいしょ、うん、 OK、 ちょっと開けてみますか。切り子みたいなのが、で、あ、気をつけたいと、切り子がね刺さる可能性がある。あ、ビスのね。そうだな。ここだけ握ってこう締めようとすると、ここだけ握ってにあのバンってこう締めようとすると、こうグラグラ感はあるんだけど。まあ、指の長い人だったらもうちょっと下まで持ってこう、まあ今ハンドハだけどね、うん、やった方がいいかもしれないですね。このグラグラ感ちょっとやっぱね、なんか下に入れなきゃダメだね。あ、どれぐらいだろうな、雨降ってんだよね今日ね。雨降ってる時にやることじゃない。これほら3ミリぐらい浮いてるの分かりますよね、隙間が空いてますよね、空いてるんですよ。だい
体そうですね、今一番後ろまでシートを助手席のシート下げて肘掛けとしてまあ使ってますけど、結構いいね。まあそんなに後ろ下げて、まあね、後ろ乗ってなきゃ後ろ一番後ろまで下げて使えばいいと感じだけど、一番後ろ下げちゃうと肘がここに当たっちゃうんですよね。ここにでこのくぼみに行かないんで、くぼみに行かせたい位置であれば、まあちょっと前の方に少しやってやればちょうどいい位置にはなりますね。うん、これだと肘がねこうフィットしてすごくなんかいい感じになりますよ。だからここの隙間が空いてるんで、ちょっとこうなんていうのかな、グッと中に入り込んじゃうイメージはあるんだけど、まあね、高さ的にはちょうどいいですよ。あの肘乗っけるにはこれいいかもしれない。助手席乗ってる人、まあ右側はねどうしようもないけどね、うん、まあ右側はまあね、あのプラーンって感じで、まあ少しこう、あでもだいぶ良くなったと思う。うん、これいいかもしれないね。ということで、買いましたが、これね、黒だけじゃないんですよ。ライトグレーとかなんかベージュとか、あともう一個ぐらいあったと思うんですけど、うん、忘れた。でそれが選べるんだけど、本来であればね。でそれがまあ選べなくて、黒だけの限定しかなかったんですね。でそのお得なパックっていうのかな、お得なやつで、だからそれでもいいよっていう人だったらまあいいかなって感じしますね。まあキャンペーンがいつまで続いてるかわかんないですけど、うん、一応あのリンクというか貼っときますんで、それで見てもらって、まあお買い得ではあると思います、黒でよければ。うん、まあ、別に僕使えば黒でもいいかなと思ったけど、まあ何かしらねちょっと手加えてやる必要はあります。で付け方もちょっと難ありです。で長い、まあ、普通のビット、これ長さ10センチくらいのビットかな、やつのラチェットのやつとか、あとちょっとこの長めのやつを、で握りはやっぱねちょっと強く回さなきゃいけないんで、握りが結構太い方がいいかもしれないですね。うん、まあ、大体この長さ、もうちょっと長いぐらいのやつが、そうだな、5、600円で多分売ってると思うんですけど、100均で売ってるのはちょっとね、握りが細かったりするタイプだったと思うんで、まあ、分かんないですけどね、どんだけのものが売ってるか、100均で。まあ、これぐらいの、まあ、これぐらいの売ってるとして、あの握りがね、うん。まあ、ゴムとかついてれば、こう、もっともっと、回しやすいと思うんですけど、まあ、それはいいとして。でまあ長めのやつが必要です。うん、ビスはまあついてると思うんですけど、ついてなかったらあのメーカーに文句言っておいてますあのつかないんで、おそらく短いビスのままだとね、それでやるという感じですね。うん、でまあ加工を自分で買った後に、あのビスの穴の位置のまっすぐにこうしたいっていう場合は、鉄板を切る加工が必要なので、まあ、サンダーなり、あのなんだディスクグラインダーみたいな、そういうの持ってる人じゃないとちょっと加工はしづらいし、あとね、あのカバーもねそれなりにならしてやらないといけないっていうのはあると思います。それぐらいかな。うん、いやこれ楽、これめっちゃ楽ああちょっとなんか運転したけど、まあねガソリン持ってないからね不用意にってか、もう無駄に動きたくないんですよね今ね、うん、ということで、また何かあったらね紹介していこうと思います。ではご視聴ありがとうございました。で補足なんですけど、一応これあのレカロの入れてる方とか、じゃあどれぐらいそのランバーサポートのあたりと干渉してるのかっていう、干渉しないですね、当たらない感じですね。うん、こんな感じです。まあ、助手席側の色系はこんな感じになるのかな。まあ、こっち側はベージュとかね、そっちの方が色合い的にはあったかもしれないですよね。うん、といったところですかね。